当にその例え話じゃなくて本当に宇宙の消滅なんで、うん、経験していくことは、うん、夢見るものである私が捏造しなければその瞬間本当に宇宙の消滅っていうものが起こるわけで、本当に本当にその私は何も知らない、教えてくださいってこう垂直に精霊につながるところに、一人一人ができる限りの決断を持ってやっていくべきでね、あの私が消えるっていう感覚はどうしたってその私っていう私のすべてを精霊に差し出した瞬間しか私っていう感覚が消えるっていうのは体験できないと思うんですね、うん、精霊に全面的に私のすべてを与えた瞬間、なんていうの、こう私っていう確かさが消える、私はこういうものっていう確かさが消えるんですよね、うん、なのでそれをこう物理的に、物理的か私の体感で言うと、私もあの9年前からその個人セッションの時とかによく言ってたのが、あのねって、あなたが今くも膜下出血したとして、あなた自分で自分の脳の中をこうね、メスで切り開いて脳内をこう手術できないでしょ、自分でできないんですよ、自分で痩せないんですよ、だからそのプロ中のプロ、精霊っていうプロ中のプロがいるんだから、精霊にそのやってもらうべきことをやってもらう以外に方法がないんですよねっていうと、そのイメージで言うと、まあ、精霊のね手術台があるんですよ、手術してくれる台があってね、そういう空間があってね、その手術台があるからそれは怖くないので、あなたがその自分で脳内手術しません、自分で腹綿こう切り開いて手術できません、どうか必要なことをあなたがやってくださいって言っても、自分で手術するっていうのを諦めて精霊にやってもらう、よっこいしょって言って精霊の手術台に乗っかって仰向けになって、精霊がその必要だったら麻酔もしてくれる、やることやること全部必要なことやってくれるんだから、あなたがするべきことはもうあの精霊にお腹を見せること、精霊の手術台でただリラックスして深呼吸して仰向けになって、どうぞよろしくお願いしますって委ねる、ここまでが私たちの仕事なんですよねっていうわけね。がそれをいちいちやってからファンクションを取り組むですね、うん、私がやるんじゃない、うん、一回こう精霊の手術台がねあるから、精霊がそのいっぱい闇を信じてしまって、闇を付着させていっぱいヘドロが付着してるわけですね、体の外も内側も心の外も内側もがもういろいろ取り消す必要があるものがいっぱいありすぎる、だからよっこよしょってファンクションやる前によっこよしょって腹見せながら、もう頭も全部委ねながら仰向けになってよろしくお願いしますってへそ点になるだけ、うん、でどうぞやってくださいって精霊に委ねて、その力入れないこと、力を入れないでリラックスして、できる限りあらゆる自分の中のあらゆる部分を緩ませて、どうぞよろしくお願いします、信頼して委ねる、それで、あ、精霊に委ねられたな、あ、精霊の光の中に今包まれてるな、あ、精霊がやるべきことやってくれてるんだなっていう感覚になったら、そこから何、じゃあどうぞあなたがやってくださいねで頼んだところから、ブログのどれがいいでしょうねって精霊としてどれがいいでしょうね、いつ頃のがいいでしょうね、どのカテゴリーのがいいでしょうねってこう一個一個開いていく精霊として、うん、いちいちその作業する
といいですね。まあ、私その何いちいちそういうイメージ使わないけども、私がファンクションやるときいつもそうしてるんだよね。じゃないと自分を引き連れながらだと絶対に何もできない。で、あの空にする、自分をいちいち空にして、その自分を無にする、自分をゼロに、まあできる限りね、できる限り、今できる限り自分をゼロにして、精霊の光の中で自分は空になって、精霊の光が入ってきたところから精霊にこれを使ってもらう、クリックする指もコンピューターも精霊がやってくれる、ただ私はそれに従うだけ。どれがいいでしょうね、あ、じゃあこれにしましょうか、そうすると私がやるとかじゃないので、気がついたら、あ、想像以上に簡単にできたなとかいう経験が起こるかもしれません。一回こう全部整理に上げてしまうっていう練習にもなるかな。はい、